ご視聴ありがとうございます。今回ですが、気になる予約開始フィギュアやっていこうと思います。よかったら見ていってください。で、この内容なんですが、月に2回投稿してるんですよね。で、今回が5月分になるんですが、前半分が体調不良で投稿できなかったんですよ。といっても、なんか予約開始もすごい少なめで、気になるものも5、6体くらいだったんですよね。なので、もう1ヶ月まとめてでちょうどいいなと思ったんですが、後半がすごい数予約始まりまして、気になるのも30体ちょっとくらい、もう多分合計40体前後になってしまいました。過去一多いくらいかもしれないので、すいません、今回は1体1体、いつもよりさらにサクサクご紹介していきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ではですね、どんどん始めていきましょう。5月予約開始、気になる新作フィギュアご紹介、1ヶ月分まとめ、最初のフィギュアはこちらになります。はい、アニプレックスさんで FGO プリテンダーレディアバロンになります。水着プロト周り来ました。まあでも FGO フィギュアって結構しますね。で、傘とかあって豪華なんですが、定価販売で 28,500 円になります。まあでもアミアミさんとかでも販売があるので、ポイントとか入るのがまあ少し救いですかね。はい、ではどんどんお次に行きまして、こちらになります。はい、メガハウスさんでジェムシリーズブリーチ朽木白夜千年決戦編になります。で、これコメントもいただきまして、ちょっと高額なんじゃないかっていうことだったんですが、まあ、確かにメガハウスさんって結構高め設定ですよね。まあ、ただ他では出ないですからね。衣装も着物系はボリュームあると思いますし、エフェクトもありますからね。まあ、2万半ばくらいだと嬉しいですが、昨今だと3万円なんですかね。まあ、見た目も割とシンプルめにも感じるので、まあ、確かにやっぱりもうちょっと安めだと嬉しいですよね。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、フリューさんでフェネックスブラント名探偵コナン江戸川コナン&怪盗キッドになります。珍しいですよね。コナンっていうのも結構権利的にフィギュア難しいような気がして、スケールフィギュアっていうのも全然少ないですからね。まあでも今回フリューさんから7分の1で登場となりました。で、しかも2人いて2万2000円っていうのも結構いい感じの価格ですよね。白夜より安いです。なんでもないです。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、来ました、メガハウスさん POPWA マキシマムワンピースですね。110のカイドウ超限定復刻版になります。で、初版が4万ちょいでしたっけ。まあ1万弱の値上げとなりました。まあしょうがないですよね。でもこれ超限定復刻版ですからね、これ逃しちゃうともうさすがに入手難しいかと思いますので、行かないとっていう方も多いんじゃないかなと思います。で、なんか POP 普段全くネタにしてない方々もポチるっていうのを割と見るんですよね。なんか二次流通どんな感じになるのかなっていうのも見ものかと思います。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、スクエアエニックスさんでプレイヤー扱いファイナルファンタジー7リバースクラウドストライフになります。来ました、リバース版クラウド。といってもなんか表情外パーツが一つ追加での再販みたいな感じっぽいですね。で、どうしてもいいっていう顔、リアル系は表情変えるっていうのも難しそうですよね。いやー、どうしようか、めちゃくちゃ悩んでます。はい、で、お次に行きまして、こちらも出ます。はい、スクエアニックスさんでプレイヤー扱い FF7 リバースユフィキサラギになります。来ました。で、もうプレイヤー扱いだけでも動画にしようか迷ったんですけどね、まあ、とにかくユフィが来てくれたことに一安心です。続くといいですね。では、インターグレード版しか出てないですからね、これはもうメインメンバーなので確実に購入します。お顔が可愛いことを祈ります。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。スピリテールさんでソフィーのアトリエ、ソフィーネグリジェバージョンになります。スピリテールさんの新作はソフィーでした。しかもこれ6分の1スケールみたいですね。アトリエシリーズは毎回6分の1になるんでしょうか。で、まあ高品質で評判もいいですからね。で、お値段も今回お手頃だと思いますし、めちゃくちゃ売れそうな気がします。はい、
ではですね、次に行きましてこちらになります。はい、Apex さんでアズルレンジェーナスフィッティングラブバージョンっていうんですかね。でこれはもう買いますね。ジェーナス好きなんですよ。でまあ振り向き顔なのでお顔とかも結構難しそうですが、まあ、きっと可愛く仕上げてくれることでしょう。発売楽しみです。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。博報堂 DY ミュージック&ピクチャーズさんだそうです。無職転生2異世界行ったら本気出すロキシー・ミグルディアウェディング水着フィギュアだそうです。あのアニメジャパンでこれだけのブースがあってすごい気合い入ってそうだったんですよね。でメーカーさんフィギュア初ですかね。他にあるんでしょうか。まあでもグッスマさんが販売になるみたいでデッキに関してはなんか良さそうな気がしてます。まあ、分からないですけどね。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、渋谷スクランブルフィギュアさんでこの素晴らしい世界に爆炎をめぐみん&ユンユン2人は友達バージョンだそうです。来ました。少し前にめぐみん単体が出まして、次はこれユンユンとのセットですね。チョムスケもいますかね。でまあ2体で4万切るので1体2万円しないくらいっていう価格もいい感じですよね。でまあ可愛いですし、いやこれもなかなか売れるんじゃないかなと思います。で渋スクさんですね、こちらもあるんですよ。はい、ソードアートオンラインでアスナ&ユーキエンディングバージョンになります。今月は2体セット祭りですね。で価格も同じみたいです。38,500円。まあ、どちらも異世界系でボリュームも似た感じですかね。まあでもこの2人の組み合わせっていうのも熱いですよね。もうなかなかここ出なそうですし、うん、これはまあポチらせていただく予定です。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんで魔法少女に憧れてポップアップパレードマジアベーゼ L サイズになります。すいません、今回ポッパレも入れちゃってます。まあでも L サイズですからね、スケール表記はないですが、もうほんと7分の1に近いと思いますし、でデコマスこれもめちゃくちゃ出来良さそうに見えますよね。まあ多少差は出ると思いますけど、でしかも円盤特典フィギュアしかないですからね。でまあこの大きさで8800円っていうのはやっぱり魅力的だと思います。はい、ですいません、もう一つ行かせていただきます。こちらになります。グッドスマイルカンパニーさんでポップアップパレードサイコパス鴻上信也 L サイズになります。鴻上さんも L サイズで登場ですよ。今後は L サイズ増えてくるんですかね。でまあメガハフさんくらいしかスケールフィギュアないですからね。いやこれも嬉しいですよ。しかも安い、メガハフさんの再販23,000円ですからね。サイズも同じくらい、まあ、むしろポッパレの方が少し大きいですかね。で8,800円、うん、やばいです。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、X プラスさんで東方30センチシリーズゴジラ対エヴァンゲリオンエヴァ初号機バーニング G 覚醒形態って読むんですかね。でこれなんか急に来ませんでした？発表とかありましたっけ？でもともと初号機と2号機が出ていて、もうめちゃくちゃプレネで、で再販までされたんですが、新作登場ですよ。でもやっぱりまたすぐに売り切れちゃったみたいですね。でただプレ版がめっちゃ早いだけなんですよね。で他にもエヴァストア、ゴジラストア、少年リックでも販売がありまして、そっちはしばらく売ってましたよね。まあ、なのでこのシリーズ販路いくつかあるので、まあ、買いそびれた方っていうのは今後のためにも、うん、いろいろなお店で販売があるっていうのは覚えておくのがいいのかもしれないです。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんで FGO アベンジャー織田信長になります。でグスマさんといえばやっぱり FGO っていうのありますよね。まだまだ出ます。で今回は信長、これかっこいいですよね。まあ、でもやっぱりこの造形ですからね、お値段も27,000円となかなか高額設定になってるみたいです。はい、ではですね、お次に行かせていただきましてこちらになります。はい、プルーフさんでこの素晴らしい世界に祝福をアクアおとぎ話バージョンだそうです。なんか可愛らしいの来ましたね。でプルーフさんってグッスマさん販売な印象だったんですが、
なんか今回これアリスグリッドさんになるみたいですね。まあ、ですのでちょっと製品版仕上がりが変わってくるのかもですが、まあどちらにせよいいフィギュアになるんじゃないかなと思います。でお値段もいい感じですね。2万円ちょっとだそうです。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、こちらになります。はい、マックスファクトリーさんでブルーアーカイブアスマトキバニーガールになります。来ました、マックスさんのブルーアカバニーシリーズって感じになってきましたね。今回はトキ、これも爆売れしそうです。でお値段も2万切ってますからね。いや今月の鉄板な一体なんじゃないかなと思います。はい、ではですね、お次行かせていただきまして、これも来ちゃったんですよね。はい、アルターさんです。そのビスクドールは恋をする北川マリンリズバージョンになります。でリズバージョンというフィギュアも、まあ、何体かフィギュア化予定があるかと思いますが、アルターさんマリンヘッドまでつけちゃいました。やってくれましたね。でまあこれもミサイルさん造形彩色星野さんですし、いやとどめ刺しに来てますね。やっぱりトップオブトップメーカーさん強すぎです。はい、ではですね、お次行きましてこちらになります。はい、グッドスマイルアーツ上海さんで勝利の女神ニケグレン読むんでしょうか、すいません未プレイです。でまあソシャゲフィギュア四天王じゃないですが、ニケもどんどん来ますね。で今回なんかめっちゃ和装ですね。銃なんですかねこれ。いやー相変わらずビジュアルがやばい、未プレイでも欲しくなっちゃいました。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、ミートスさんでアークナイツで、これ魔王って言うんですかね、英語もう読み方全然わからないです。でこれも詳しくないんですが、まあ、ミートさんのフィギュアですからね、紹介しないと。で相変わらずお美しすぎて欲しくなっちゃいます。まあでもやっぱり高くなりましたね。昔はコスパも良かったんですが、今ではもう約3万円だそうです。はい、ではですね、お次に行きましてこちらになります。はい、ことぶき屋さんのアート FXJ シリーズルローニ剣心日村剣心になります。いやこれは嬉しいですね。まあ、やっぱりアニメ化あってでしょうけど、もうスケールもマックスファクトリーさんぶりじゃないですかね。で剣心っていうのも結構フィギュア化難しそうな印象なんですが、すごくかっこよさそうですね。で相変わらず公式限定フェイス付きになるみたいです。でまあ定価 16,500円っていうのもさすがことぶき屋さんですね。相変わらずコスパも高いと思います。でことぶき屋さんこちらも来ました、同じくことぶき屋さんアート FXJ シリーズルロケン相良佐之助になります。これもかっこいい、でお値段も一緒みたいですね。まあ、ただその代わりザンバ刀はないみたいです。欲しかったですね。でことぶき屋さん一気に来すぎです。こちらもあります。はい、同じシリーズです。斎藤はじめも来ました。で同じお値段です。でまあ、斉藤といえばもうこのポーズしかないですよね。でいかに前髪がシャープになるか問題っていうのもありそうですが、まあ、やっぱりフィギュア化するっていうのは超嬉しいですよね。でちなみにこの3体で終わりです。まあ、青氏は来ませんでした。まあでもそのうち出るんでしょうね。はい、ではですね、お次に行かせていただきましてこちらになります。はい、クレーネルさんで馬娘プリティダービーシンボリルドルフ勝負服バージョンだそうです。馬娘も詳しくないですけどね。まあでもやっぱりクレーネルさんっていうのも強いですよね。有名タイトル有名キャラフィギュア感めちゃくちゃ多いです。ついに馬娘まで来ちゃいました。でキャラもまあたくさんいますからね、これからもいろんなキャラが出るのかもしれないです。で馬娘もう一つこちらも来たんですよね。マックスファクトリーさんで馬娘プリティダービー成田ブライアンになります。まあ、馬娘も競馬も詳しくないですが、さすがに成田ブライアンは分かります。まあ、それくらい有名ってことですよね。でマックスさんもダイバースカーレットとか発売されてますが、敵めちゃくちゃ良さそうでしたよね。いやこれも人気高いんじゃないかなと思います。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、またことぶき屋さんになりまして、アート FXJ シリーズ怪獣8号、篠宮キコルになります。ことぶき屋さん今月頑張りすぎじゃないですかね。怪獣8号も来ております。でまあ8分の1スケールではありますが、大きな武器付きで1万5000円台っていうのはやっぱりすごいですよね。コスパめっちゃ高いと思います。
でしかももう1体来てるんですよね。こちらになります。はい、アート FXJ 怪獣8号星名宗志郎になります。ジャンプ好きを殺しに来てますね。すごい数です。でまあ怪獣8号のシリーズも相変わらず公式限定パーツがつきますが、表情外ではなくここまで差があると、まあ公式さん一択になっちゃいますよね。でなんかまだ量販店では予約開始になってないみたいです。なんか公式さんで6月3日まで先行販売中で500円オフにもなるみたいです。うん、もう本当一択ですよね。はい、ではですね、お次に行かせていただきまして、こちらになります。はい、ユニオンクリエイティブさんでグリッドマンユニバースゾゾブラックコレクション宝田立花になります。ゾゾコラボ書き下ろしイラストのフィギュア化とかでしたっけ。おしゃれなフィギュアシリーズで、その第1弾で立花が予約開始になりました。あのこういう系好きなんですよね。でこのシリーズなんかいろいろあってアズレとかもあるんですよね。フィギュア化来るんでしょうか。ですいません、グリッドマンですね。であの6体フィギュア化決まってるみたいです。でもう一つ来てまして、それがこちら、はい、飛鳥川千世になります。うん、千世ちゃんのスケールフィギュアってないので嬉しいっすね。しかも可愛い、もうこれだけでも欲しいくらいです。でみんな似た感じの衣装になりますので統一価格なんですかね。あの今回の2体は同じ価格で 21,780円とのことでした。はい、ではですね、お次に行かせていただきましてこちらになります。はい、またミートスさんになりまして、アズールレーン大砲バラ色の晴天バージョンっていうんですかね、フォーミダブルに続いての大砲予約始まりました。でこのイラスト3人なんですよね。エーギルも発売控えてます。でなんかエーギルに3人掛けソファーが付属されるんですかね。まだ仕様がよくわからないんですが、まあ、これは3人で揃えたいなと思ってます。まあ、ちょっと高めですけどね。はい、ではですね、お次に行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルアーツ上海さんでサマータイムレンダー小舟牛尾になります。珍しいですよね。あのフィギュアゼロくらいしか出てなかったと思うんですが、まあ、ついにちゃんとスケールフィギュアで登場となりました。でグッスマさんっていうのもやっぱり嬉しいですよね、上海さんですが。でなんかちょっと台座が変な形してると思うんですが、それはこのせいですね。はい、同じくグッドスマイルアーツ上海さんでサマータイムレンダーアジロ新兵になります。で一応はバラバラでの発売になるみたいですね。選べるっていうのも嬉しいですが、あのやっぱり男キャラっていうのはどうしてもフィギュア化されにくいっていうのがありますからね。これ本当嬉しいフィギュア化だと思います。うん、絶対2人で揃えたい仕様のやつですね。はい、ではですね、次行かせていただきましてこちらになります。はい、アニゲームさんになりまして、アズルレンエーギル将軍に昇る金龍バージョンっていうんですかね。本当漢字が難しいです。でやっぱり今月もアズレン多いですね。アニゲームさんなんてもうほぼアズレンのみなんじゃないですかね。やっぱり今回も6分の1スケールで、あの付属品もかなり豪華そうでして、まあ、それが 26,400 円っていうのもなかなかコスパ高いんじゃないかなと思います。 25,000 円くらいで予約できちゃいますからね。でアニゲームさんもう1体来てます。それがこちらになります。はい、またアズールレーンですね。葉月なんて言うんでしょう、葉月の恋模様バージョンとかですかね。まあそんなわけで今月はロリ枠も来ちゃいました。まあ、でもやっぱりエイギルと比べてボリューム差もありますので、こっちは2万円全然切りますね。多分1万7000円くらいで予約できちゃうかと思いますので、まあ、やっぱりアニゲームさんっていうのは相変わらずコスパ高いんじゃないかなと思います。はい、ではですね、お次に行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルアーツ上海さん、アズールレンチェシャーデーティングサマーになります。まだまだアズレン来ます。今度はグスマ上海さんでチェシャーですよ。あの今年の周年衣装も盛り上がりましたよね。モザイクだらけ、でまあおそらくフィギュア化もするんでしょう。でまあチェシャーですからね、超人気キャラですし、これもめちゃくちゃ売れるフィギュアなんじゃないかなと思います。はい、ではですね、次行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんで初音ミク、見返り美人ミクバージョンだそうです。
見返り美人図でしたっけ、コラボをしてましたよね。でネントロイドが先に出て、でもすでに発売もされましたが、今回はスケールフィギュア化です。いやこれもいいですよね、歴史とのコラボミクっていう感じでしょうか。でこれ展示も撮ってきましたので後日ご紹介したいなと思ってます。はい、ではですね、お次に行かせていただきまして、こちらになります。はい、DMM ファクトリーさんでフェアリーテイルエルザスカーレット幽絶の鎧バージョンになります。順調に DMM さんのフィギュアが予約開始になってますね。でまあその中でも特に個人的に気になってたのがこのエルザなんですが、いくらするのかと思ったんですが案外安くないですか。まあ、販路限定で割引ないっぽいんですが、このボリュームで33,000円って結構すごいんじゃないかなと思いました。3万後半くらい全然しそうな雰囲気ありますよね。いや DMM さんいい感じなんじゃないでしょうか。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。はい、グッドスマイルカンパニーさんでポチザロック北行くようになります。これでついに4人揃いますね。で相変わらずお値段も1万5000円くらいと良心的だと思います。これは揃えたいですよね。でまあ、あとはキクリお姉さんくらいは出てほしいなと思ってます。はい、ではですね、お次行かせていただきましてこちらになります。グッドスマイルカンパニーさんで FGO キャスターアルトリアキャスターになります。 FGO まだまだ出ますね。で今月は信長もですがキャストリアも来ました。いやこれもお美しいですよね。でキャラも人気でしょうし、いやなかなか売れるんじゃないですかね。まあでもやっぱりそうなると、割引なくなっちゃったっていうのは残念ですよね。はい、ではですね、次行かせていただきましてこちらになります。はい、APEX さんでネコパラショコラ&バニラエデンの夢バージョンっていうんですかね。ネコパラも詳しくないんですけどね、展示見た時すごい気になりました。でこれしっかりキャストオフできるみたいで画像まで載せてくれてます。素晴らしいですね。一応単品販売もあるみたいですね。でもこのビジュアルなので単品だとどうなんですかね。さすがに2体セットがいいですよね。でまあセットだと少し安くなってるみたいです。はい、でもう終わりになるんですが、あと2体だけこれも言っておきましょう。バンダイスピリッツさんでメタルビルド、機動戦士ガンダムシードデスティニーデスティニーガンダムフルパッケージメタルビルドフェスティバル2024になります。ちょっと色が変わったかと思いますが再販みたいなもんですよね。これは嬉しいです。ただしイベント限定です。で抽選販売なんですが期間が6月3日18時から5日の水曜日までめちゃくちゃ短いんですよね。次に動画出す頃には手遅れになっちゃうので今回載せちゃいました。でもう1体あるんですよ、こちらになります。同じくバンダイスピリッツさんでメタルビルドガンダムシードデスティニーストライクフリーダムガンダムメタルビルドフェスティバル2024になります。ストフリも来ます。アホみたいに高騰してますからね。でまあ定価も1万円くらい値上がっちゃいましたが、いやこれは嬉しい販売だと思います。でこれ上位会員の先行販売があったんですがストフリは結構早く売り切れになっちゃったみたいなんですよね。ですので、まあ、抽選もかなり当たりづらいんじゃないかなと思いますが、狙ってる人は頑張ってください。デスティニーの方はだいぶ余裕があったんじゃないですけどね。まあそんなわけで、これ本当期間が短いので参加忘れないように気をつけてください。はい、ということで以上となります。いかがでしたでしょうか。1ヶ月ってすごい数ですね。でしかも私が気になったものだけでこれですからね。一体どれくらいの新作が一月で出ているのでしょうか。恐ろしいです。でもこの中から厳選していかないとですからね。ものによっては受注期間短かったりもするので、まあ、早めに考えたいなと思います。で皆様はどんなフィギュア気になりましたでしょうか。ポチりましたでしょうか。もちろん今回登場してないものでも大丈夫ですのでコメントお待ちしております。で特に問題がなければまた半月に1回の間隔で投稿していきたいなと思ってますので、また6月前半分もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。